君が望むなら命をあげてもいい。恋のためなら悪魔に心を渡しても悔やまない。その瞳僕のもの、この体君のもの、太陽が燃えるように二人は愛を永遠に刻もう。君が望むなら、たとえ死の中も恋のためなら恐れはしない、情熱の嵐よ。噂のつぶても構いはしないさ、体を張って愛する君よ、赤い木が燃えるよ。その笑顔僕のもの、この若さ君のもの、太陽が燃えるように二人は愛を永遠に刻もう。君が望むなら、たとえ死の中も恋のためなら恐れはしない、情熱の嵐よ。はい、こんばんは。今夜は秀樹のね、情熱の嵐を歌いました。2017年4月の25日火曜日の生存確認です。今夜もね、いつものように先げだく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんは。で、今日は終了日でしたね。終了出たけどね、今日振り込みだからね、今日は下ろしてこなかった。9時回っちゃったからね、9時前の時下ろそうと思ってね、手数料かかんないからね。はい、どうもこんにちは。今日は情熱の嵐を歌いました。はい、こんばんは。あ、どうも大さん、どうもね。うん、あ、お高さ、お世話様。でも結果でしょ、水木金。今週土日はね、祝日休みだからね。土日ね、あれね、前の昭和天皇の誕生日ね、うん、だったら休みだったら奥多摩行こうと思います。奥多摩、今週ね、今週のキャンプ奥多摩小屋です。こんばんは。またありがとう、翔さん、ありがとうね。うん、昨日誕生日でした。どうもね。今夜は情熱の嵐。君が望むなら命をあげてもいい。恋のためなら悪魔に心を渡しても悔やまない。その瞳僕のもの、この体君のもの、太陽が燃えるように二人は愛を永遠に刻もう。君が望むなら、たとえ死の中も恋のためなら恐れはしない、情熱の嵐よ。噂のつぶても構いはしないさ、体を張って愛する君を、赤い木が燃えるよ。その笑顔僕のもの、この若さ君のもの、太陽が燃えるように二人は愛を永遠に刻もう。君が望むなら、たとえ死の中も恋のためなら恐れはしない、情熱の嵐よ。はい、今夜は情熱の嵐を歌いました。どうも。それからどうもね、秋山さん、どうもね。子供おろしてないよ。うん、こんばんは。ま、ん、ママさん、どうもね。さあ、今日はアルコール、今日はアルコールでいこうか。アルコール燃料、今夜のお夜食はアルコール燃料でいこうか。アルコール燃料で、昨日のあれ鶏のささみだっけ、鶏のささみを大根じゃなくて玉ねぎのおろしたので作っといたやつね。今日はアルコール燃料でいこうか。アルコール燃料で鶏のささみに焼き肉だ。昨日あれあんじゃん、玉ねぎのおろしたのに醤油とお砂糖で味付けてつけといたってやつ、あれいこうかなと思います。アルコール燃料で、いや、ライターも作ろうか。ライター持ってきます。ライター、
今日はストームクッカーのやつね、L サイズのフライパンで。はい、あ、ついた。いつものビッグね。はい。これで、このストームクッカーの L サイズのフライパンで、鶏のささみを炒めようかな。はい。どうも。あ、斜めさんどうもね。ありがとう、見てありがとう。子供はおろしてないよ。あ、お互い様、みんなお互い様よ。じゃあ今日は焼肉です。鶏のささみの焼肉ね。動いてるから配信が大丈夫かな。配信が、どうもね。多分大丈夫だな、配信が。ちょっとぐるぐる回ってるけど、多分できてると思います。じゃあ持ってくようかな、今日。野菜は人参1本分を切っておいた。野菜人参1本分ね、人参。はい。これ昨日ね、昨日トマトにかけたあった大根、あれ、玉ねぎのおろしたのに、醤油と砂糖、ごま油で。それをさ、あれと同じやつ、買いに作ったのを、まあ、昨日からつけておいた、その玉ねぎのやつに、鶏のささみ4本ほどつけてあります。これを焼こうと思う、今夜は。今夜はこれを焼くね。ちょっとね、オリーブオイル。鶏のささみをね、玉ねぎおろしのタレにつけておいたやつ。じゃあそれを焼く。見れないか、動画。見れてない？ありがとう。あ、ほんとだ。どうしたんだ、回っちゃってるだけ。音声聞こえる？見れませんか？ありがとう、ごめんなさい。回線が弱いのかな、速度。ありがとう。あ、人によってかな。でもありがとうね。多分そうだ、見れないでごめんね。多分回線によってだと思うんだ。ありごめんなさい。よかった。録画の方で。でも一応声は聞こえると思う。じゃあ、鶏のささみ。秋山さんごめんなさいね。じゃあ、鶏のささみ。ね、昨日、玉ねぎおろしの味付けのにつけといたやつ、これを焼こう。おろし。跳ねると思うけど、短いから。全部入れちゃう。玉ねぎごと。玉ねぎごと全部。ごま油が入ってるからね、これね。こんな感じで、うん、今こんなもんでやる。で、これじゃ空きがないからさ、人参を1本分切ったやつ、適当に細切りに細かく切ったのを入れて、これで焼いて炒めていこうと思います。ありがとう、ミルテありがとう、ママさんありがとう、おだいさんありがとう。あちらさんがね、よかったら動画の方、多分録画できると思うからさ。これね。大丈夫、今見えてない？僕も見れてないもん。スマホなんだけど、スマホの方はね、あれ、ぐるぐる回ってる、スマホの方は。ぐるぐる回っちゃって。鶏のささみ、多分柔らかくなってると思うんだ、玉ねぎにつけといたから。それと汁ごと入れて、人参を適当に切ったやつ。パンツ見えてる？
パンツは見えてないと思うよ。したら鳥のささみが火取る頃。安いのは壊れてるっていうか、ポールがね、割れちゃったんで、よくあることなんだけどね。うん。でもまだ使えるのいっぱいあるからさ、使えてるまだね。秋山さんごめんなさい。多分何度か流行りが見たら見えるかもしんないかな。でも何度も見えないから、でも録画見るごめんね。すごいかもしんない。ささみ4本を玉ねぎのおろしたやつにつけたやつ。それ焼いて。それわかんない。たまたまだともタイミングかもしんない。タイミングでごめんなさいね。うん。これ僕の方も回線、よくパソコンのスペック悪いからさ。じゃあ、ささみひっくり返そう。まだ痩せないからね。まあ一応ひっくり返してみよう。鳥のささみを玉ねぎにつけといたやつね。あれは十分あれ。あの玉ねぎのタレの中にいた醤油、ごま油、砂糖入ってるから。うん、いい香り、皮、だから甘辛いいい香りがするね、当然ね。砂糖入ってるから、中。じゃあちょっとこれでちょっと、片してくれて。今夜もお酒はこれだ。同じパックだけまだあるから、これいきます。神高パック。ありがとう。まだ冷めれてんじゃん。残儀ってかもう、帰化はしてるんだ、あの人。帰化はしてるから、あの人ね。帰化だよ。うん。日本人になってんだからね。うん、見えない。僕もパソコン、スマホの方は、だから、僕もね、スマホの方はね、なんか見えないんだよね、スマホの方。パソコンの方では見えてんだけど。スマホの方で流行り直そうか。ぐるぐる回っちゃって。見えない、ごめんなさいな、秋山さんとか。あ、そうだ、昨日誕生日だったからさ、年金定期便来てたよね、あれね。青い袋に来て、今回大きくってさ、漏れとかある人は知らせてくれって言ったけど、わかんねえよね、そんなのな。わざわざ年金どうのこうのなんて何年も、もう、高校出てから働いてるからさ、もう20年以上やってもそんなもん、わかんねえよね、覚えてるわけねえよね、そんなのな。よく振ってるね、よく神高。よくあるお酒、パックだけ。もうちょいかな。でも、人参がシートって。まあでも、甘いい香りだ。人参もこの玉ねぎという。玉ねぎのおろしの中にね、ごま油、醤油で砂糖入ってるから。じゃあ、一杯飲もうか。まず一杯。秋山さん、ごめんなさい。録画できると思うからさ。よかった、時間になるときに終わったのでもね、ごめんね。じゃあ今日の一杯目、今日もこれ、常温で、まあ暖かいからね。もうほんと暑かんってことじゃないよね。まあ梅雨だぶんときは寒いと思うけどね、今の暖かい。それ有名じゃん、電通って。あれ有名じゃん、あれ。みんな言ってるよね、あれ。うん、電通の。それ結構前からよく言ってるよ、電通。だからテレビ系はさ、みんなあれ、挑戦ものよくやってんじゃん。そうでしょ？みんな、メディアやって、うん。あれ有名だよね。だから、日韓ワールドカップのさ、挑戦よりだとあれは、あれして電通がそうだからでしょ？ってよく言われてんじゃん。で、日韓ワールドカップのさ、
多少韓国よりな放送、あれ、試合系っていうか、あれは、全然、秋系だからってね。そうなんだ。僕、いろいろ結構聞いたことある前に、あの頃から。うん、あれ、日韓の頃からさ、あれ、電通当然ね、放送権の問題でさ、韓国よりだったらあれ電通がそうだからって。前からずっと言ってたよね。もう、手話通ってると思うんだ。おぉ、いい感じ、ささみ。いい感じ、ささみいい感じ。人参は、うん、うん、そういうのはよく作れた、うん、ハサミ火取ったから、鳥だからね、火取るの難しいんだよな。多分これちょっと見てみよう。うん、まあ、あれは火取ってます。うん、うん、うん、うめえな。やっぱ玉ねぎ効果かもしれない、これ。玉ねぎ効果かもしれないね。やばいね。うん。ああ、うまい。有名じゃ、でも電通って挑戦系だと言ってあるね。有名な話だよね。よく、もうそういう動画ばっか見てるからかな、あれ。興味あるから、メディアとか好きだからさ、それでかなって。うん。やっぱ柔らかいな。やっぱ玉ねぎの効果だな、これ。柔らかい、ほんと。うめえ。ああ、いい感じだ。で、コップだ。昨日ちょっとこのささみさ、4本で150円だからね、安かったわ。うん、だから買ったんだよね。4本入って。ローソンストアでさ、4本入って200円だったのが50円引きになったやつ。だったら買ったんだけど。こういう人参は何本か1本あたり、今日も安上がりだから。うん、うん、あ、じゃあもうこの辺で、よっしゃー、火止めたら出来上がり。今日は昨日さ、トマトにかけた玉ねぎソースとか玉ねぎだれあるんだ、あれ。玉ねぎおろしたのにさ、醤油とか砂糖入れた。あれに、昨日言った、ささみつけといたやつをフライパンで炒めました。で、あれ、ささみだけ寂しいんで、人参を適当に切ったのも一緒に。味付けはさ、その玉ねぎおろしと、醤油と、ごま油、砂糖。それだけね、十分だから。うん、まあ。うん、それで、コップだけ。ああ。サミちゃん、行こうか、2本目。うん。ささみだもん、うん。やっぱ柔らかいの、そうだろうな。玉ねぎ効果かもしんないね。玉ねぎってさ、柔らかくなるもんな。トマトはそのまま嫌いなもんないから、前によく言ってても嫌いなもんないからね。うん。うん、やっぱ玉ねぎ効果ですげえやらけえ、サービス。な、な、じゃ、コップだけ。うん。あ、でもさ、よかったら、スティッカムっていう方見て、葛飾で検索したらわかると思うんだ、スティッカム。僕のページのさ、あんじゃん。横の方に、右上の方にスティッカムとかあると思うんだ、クリック。よかったらクリックしてみて。そこ出てると思うんだ、よかったら。どう？見れないかな？多分スティックでもやってるからさ、よかったらスティックの方でも。
YouTube 見れないようだとどうかなって思って。うん。あ、本当だ。うん。もう最初はかき混ぜる。で、かき混ぜ初めて。それでまたタレとか入れるね。うん。それまたかき混ぜるけどね。一番最初はかき混ぜるの最初です。うん、僕は。糸が出てからね、タレとか入れる僕は。糸が出てから混ぜて。僕はスティックムの方、多分見れないとよかったらスティックムの方見てみて。よかったら知らなかったらスティックムで葛飾で検索したら出ると思うんだ。ああ、まあ、ちょうど安いわけでしょ。人参はこの間、丹沢行った時持ってカレーで人参持ってたでしょ、あれ。それで1本しか使わなかったんで、その残りの人参。うん。うん、やっぱ糸を引いた方がよく言うじゃん。糸を引いた方が美味しいって。だから、僕そうか、そのつもり最初に糸を引いた。食べない僕、誕生日が何もない別に。何もない僕。何もない。じゃあ2本目。じゃあ3本目か。2本目、3本。ささみ。今日はささみ焼き肉。うん。うん。やっぱ柔らかい。やっぱこれ玉ねぎ効果なんだろうな。で、じゃあ今日は2杯目紙高パックいきます。はい、乾杯。その自立式ツイルトってやつね、今日メール来たけどね、2日から営業日以内で2日から7日営業日って書いてあった。やっぱ途中あれ今度のあれ29、30とか祝日あるからね、大型連休もあってどうかなってこと。だから早ければ2日だったら今金曜日あたり続くかもしれない。で伸びれば来5月になっちゃうかもしれないね。そんな感じか。まだわかんないけど2日から7日ってことだから。いや、届かなかったら、いつものテント。あ、2000円足るの、あれ。届いた。2日から7日で届くってメールが来たんで、2、3日とっつけば多分金曜だから、早ければ、でもどうかな。7日だったらもう来週だもんね。わかんないね、まだね。あ、ほんと。玉ねぎ効果だ。やらけえ、ほんと。うん、帰るよ。うん。4日休みだからさ、2日の方アウトドアやって、2日は帰ろうかなと思う。2日、ね。後半、前半の2日はアウトドアで、後半も帰ろうかと思う。だから2泊して、仕事行く前の朝で帰ろうかなと思う。うん、それでいいかなと思って、うん。ただ4日休みだと思うんで、カレンダー通りに話した人ね。だから前半の2日アウトドアで、後半の2日は結果に変わる感じね。うん、だからキャンプは行くと思う。だから2日行くって言ってたじゃん、2日。前半の2日はね、4日休みだからさ、あれ5月のね、4連休の2日。2日はどっか行くと思います、キャンプか、山か。一泊二日でね、うん。で、後半は帰ってきたら一回帰ろうかな。ね。一回帰って、まあ、それで島だと思うんで、まあ、ジョイフルとか回って。あれ、できないよ、バッテリー持たないよ。バッテリー持たない。バッテリー持たないし、それに電波も入らないとかもあるんだよね、やっぱ。やっぱね、
携帯電波って大体ね、とか、みんな言うって。社会は悪いからね。うん、特に川とかさ、県境とかじゃなくてもさ、川越えるんだよね、もう県境の江戸川以外にもさ、高砂の中川、畑中川とかさ、あと、荒川もあるし、そういうのね。やっぱ川のあたりって、ね、多少電波って不安定だからね。前あったね、前、今やん、うん。あ、もうこれ2杯目なんでしょうね。じゃあ最後のささみいこうか。最後のささみ4つ目いこう。ほんと柔らかくておいしい、これ。さすが玉ねぎ効果だ。うん。うん。うまい。おいしい。コップだけ。おろし玉ねぎめんどくさいけどね、あれね、ほんとね。でもね、いいね。あ、玉ねぎってそういうことなんだね。柔らかくする効果ね。前に見たんだな、YouTube で料理動画でさ。うん。で、あ、そうなんだと思った。玉ねぎが柔らかくなるみたいって。それで。だいたいローソンストアそうだ。だいたい4本で200円だから、だいたいローソンストアの鶏のささみって。4本200円。で、それはまあ安くもないけどさ、たまに売れないと50円引きになるからさ、4本入って150円ならいいかなと思って買ったのがこれ。ないです。千葉官邸なんてお店来て行ったことないや、もう。ない。今日も生きてるよ、どうもね。なんさん、なんさんどうも。今日はね、鶏のささみの炒めたやつ。もうささみ食べ終わったんで、一緒に炒めた人参だ。そうは、人参と鶏のささみを炒めたやつね。で、ささみは食べ終わって、今、人参ですね。で、コップだけ。大声出したよ。うん。生きてるよ。うん。どうも。あと、長ネギと、まあ、冷蔵庫にある野菜、長ネギ。人参もう一本と、人参は冷蔵庫に入れないけどね、人参一本もう一本。長ネギ、玉ねぎ。その、まあ、生揚げもあるしね。あ、キムチもあるんだな、あるから。結構明日も買わないでいいかも。あ、少ないね、うん。そう、7本100円です。7本100円。もういいと思うんですけど。100円ショップでさ、7本100円のよくこれ買ってます。T 字カムス、T 型カミソリ、7本で100円。これだよ。一番100円で一番買うかもしれない。7本100円だよね。まあ、うちの町田周辺で買ってるよ。うん、赤札堂とかプラスワンショップとか大黒屋とかでね。寝落ちしたっけ？してない、昨日はね。あした仕事でしょ、明日。仕事だよ、仕事。明日仕事でしょ、普通平日だもんな。
あ、娘ちゃった。僕はね、あ、そうか、寝落ちしちゃったんだ。僕は普通の配信終わったらちゃんとね。あ、お互い頑張りましょうね。うん、うまい。あ、人参炒め。普通、普通そうでしょ、普通。普通に水曜だもん。どうしよう、仕事でしょ、どう見ても。うん。で、コップだけ。そうそう、みんな、そうだ、みんなお互い様だからね。うん、いつも言ってるようにお互い様。いいことも悪いこともみんなひっくるめてお互い様。いいことしかしない人間はいません。ほんと、同じように悪いことしかしない人間もいないからさ。人間生きてればいいことも悪いこともいろんなことしてんですよ、みんなね。うん。違法なことも多少しちゃう、生きてればね。全く、清廉潔白な人間はいませんからね。どんな人間もいい面、悪い面あるからね。うん。それはさ、それがわかんない人間がさ、鬱とかなると思うよ。それがわかんない、受け入れらんない人間がさ、鬱病とかなんじゃねえかなって僕は思う。うん。うん。みんなそうよ。うん。全く善なる人間なんていませんから、そんなのね。いいことしかしない人間、そんなもんいませんからね。どんな人間にエゴ、自分かわいいエゴってもんがあるからさ、ね。どんな人間も。だから、いいこともすれば悪いこともする。それが人間なんだよ。それを受け入れられないやつがさ、精神病とかなんじゃないかなって僕は思うんだ。ね、心療内科とか通ってさ、バカみたいに。僕はそう思う。大部分はさ、それ分かってから普通にそんなとこ行かないんだよ。大部分の人は。それを、そういう人間のさ、いい面、裏の面を受け入れられないやつがさ、精神が変になっちゃうのかなって僕は思うんだ。すべての女はナペット。それは当たり前。基本です。基本。基本中の基本です。どんな人間も陰の面はあるからね。宗教家じゃないよ、こんなの。こんなの。普通の宗教なんか僕は入んなくても、普通に考えてます、こんなもん。人はそれぞれお互い様。そういうの分かんない人間がさ、多分宗教に入っちゃうんだろうね。きっとね。分からない人間がさ。あ、福山歌おうか。うん、ありがとう。僕は、どうかな、僕、したくない、僕。精神を患ってる人間とね、話して、する気僕ないからね。それでなんないと思う、僕。僕の方が嫌です、僕。精神を病んでる人間と話したくないから、僕。あんなおかしい人間と。僕の方が嫌です、それ。僕の方がお断りだよ。精神病んでる人間と話したかね、あんなの。うん、僕の方がお断りです。だから僕カウンセラーには僕はなれないよ。うん、精神病んでる人間と話したくもね、あんなの。じゃあ福山さん歌おうか。福山さん、激曲だったんで、福山さん歌いまーす。激曲だったんで。じゃあ昨日誕生日で歌った、これいこうか。誕生日には真っ白、誕生日には真っ白な雪を歌いますね。
あなたがくれたこの名前はいくつの願い込められてるの。そこから見える私の素顔は誇れるものですか。あんなに嫌いで飛び出したふるさと、家族の声もただ重くて苛立っていたよ。そんな姿はあなたからすれば泣き続けた幼子の頃と変わりはなく、いくつになっても同じだと子供扱いするばかりで、認めてくれる言葉もないまま会えなくなるなんて、年に一度の誕生日だから照れずに言うんでくれてありがとう。あなたがくれたこの心は優しい人を選びました。自分じゃなくて家族の笑顔を願ってる人、いつか会ってください。ま白な百合を写真に飾ろう。聞いてもいいかな、認めてくれるかな、この生き方を。はい、福山さんの誕生日には真っ白な百合を歌いました。どうも。うん、そうだね。もうそうだぞ、これね。でもそんなこと言えないよね。うん。もう言ったことないよ。福山さんはいい歌書くよな、ほんと。作詞作曲、これも福山さんね。ああ、いい歌。ほんといいね、福山さんね。うん。多分似たようなもんだと思う。多少僕の方がかっこいいかなと僕は思う、うん、似たようなもんだと思う。あ、シテレレさんもいいね。どう生きたんだもん。福山さんは長崎県出身、勝彦さんは、ね、千葉県出身よ、うん、じゃあ最後の一杯行こうか。じゃあ最後、もう時間的にちょうどいいから最後の一杯。じゃあもうこれ大丈夫か、最後の一本飲んで、まだ明日の分ある。今日もこのパックだけ、神高パックで最後の一本。はい、乾杯。はい、どうもありがとう。YouTube ライブっていいね、これね、ほんとね、手軽でね。僕はね、いつも言ってるワイヤーキャストっていうソフト、いろんな方法あるよね。X スピリットとかいろんなソフトでできるんだけど、僕はね、ワイヤーキャストっていうのを使ってやってます。スペック的にはね、ワイヤーキャストが一番いいかも。低スピードできると思うよ。X スプリットってあれよく高スペックじゃないとなんて難しいからね、あれ。スレーザーもいいな、してる。うん。はい。おいしくいただきました。うん、どうだった？ちょっとです。うん、あ、どうも、ダイさん、おやすみなさいね。明日もね、お互いに頑張りましょうね。明日早いといいな。早かった、9時前だったら、昼寮を下ろしてこよう。下ろしてきて、部屋で払わないとな。
僕は一人暮らし同居してないよ。僕、同居はしてませんよ、ダイさん。僕は一人暮らしですよ、一人暮らし。一人暮らしです、僕。同居はしてないよ。郵便上に郵便局はって意味わかんないよな。そう、以前とずっと同じ、もう10年ぐらい住んでる。今この場所に20年ぐらいずっと住んでるよ。町のアパート、駅から数分とこ、3、4分とこ、すぐ近く。2丁目だからね、都電沿いです、都電沿い。あ、ゴキブリのことか。ゴキブリは僕、どうしたらそうなの、僕、その人間じゃないからさ。でも人間の住まいにはゴキブリってか、絶えないもんだもんね、しょうがないよね。人間の暮らしがあればそこには絶対ご祝儀が入ってくるって。そのうちすると思うよ。だからもう暖かいからさ、そのうち後ろとか張ってるのを見るかもしれないね、そのうち。郵便所みんな一緒だよ、みんな。一緒でしょ。郵便局。でもうちは荒川郵便局っていう本局があるからさ、そこは、あれ24時間窓口だから、そこ。本局はそうでしょ、あれ。集配するようなでかい郵便局。あれは荒川郵便局は町屋から駅から歩いて10分くらいのとこにあるんだ、あれ。あそこ。ヤマトにもとかさ、民間の宅配もさ、荒川営業所とか荒川区内作ってほしいよな。ね。そう、取りに行くよ、そんだったら僕。あいつら、民間のやつらってさ、荒川営業所って言ったって、荒川区にいねえんだもん、あれ。あれひでえよな、ほんとな。あ、そうなの、わかんない、もう。今、民営化して変わってんのかな。全然わかんない。ヤマト運輸の野郎さ、偉そうにさ、業界来てからってあれ。やるんだったらさ、ほんと。荒川営業所は荒川区に作ればいいのにな。僕はそう思うよ、あれ。あれ作った方が別に。荒川区内だったらさ、取りに行けるもんな。今現在、ヤマト運輸の荒川営業所って葛飾区にあるからね。民間の業者みんなそうだよ、あれ、ほんと。どっかがまとまったんだもんな、ほんと。だから郵便局だったら取りに行けないよな、ほんと。郵便局だったら先ほどは取りに行けるけどさ。ヤマト運輸で頭くんなら、ほんと最近偉そうに、ほんとね、あれ。郵便局が便利だなと思って、ヤマトとか、ヤマト運輸なんかと比べて郵便局便利じゃない？ね。僕一人暮らしだからさ、不在車掌が入っててもさ、郵便小包だったらさ、取りに行けるもんな、あれ。仕事遅くて夜中でもさ、空いても。でも、ヤマト運輸とかはさ、それができないんだよね、あれ。それね。ヤマト運輸の荒川営業所は荒川区になくて葛飾区にあるから。ちょっとね、区が違っちゃうとね、歩いてくるとちょっと遠いもんね。最近いろいろニュースでもさ、ヤマト運輸のさ、上司になることにはなってもんな、それで。
あいつら偉そうにしてるよな、てめえらがね、ほんと。でもそれが運送会社でしょ。運送会社がああやって成り立ってるのもさ、そうじゃないか、あれ。もともとアマゾン出る前からさ、ね。そういった利便性で伸びてきたんだから。アマゾンとかネットのショッピングが出る前からさ、民間の宅配がさ、伸びてきたのはそういうとこでしょ、あれ。だからそれは考えないとね、ヤマト運輸も。ね。本庁さん、ってか24時間窓口があるんです、24時間窓口。だからそれが便利だよ、本当。アマゾン悪く言って、僕はアマゾン買うもんね。ヤフーポイントがよく貯めたいんでね、アマゾンあんま使わないよ、あれ。携帯会社ソフトバンクだからさ、ソフトバンクポイントってヤフーで使えるからさ、だからどうしてもヤフーショッピングになっちゃうね、僕は。アマゾン、あ、そんなわけで、アマゾンよりもヤフーの方が使う、僕は。でもそれ、本局の24時間も独立して、結構前からそうだよ、あれ。民営化する前からそうだよ、あれ。前からあるよ、24時間も独立って。本庁前からそうだよ、田舎の方も。家賃の方もそうだもんな。本庁にはずっとあるよ。集配とかする本庁やとこね。前からそうよ。だから便利でいいんだよ、あれ、郵便局は。ヤマトとかそれやってないもんね、ヤマト運輸とかってさ、あいつら。ハーチャルしてやってんだからって感じでさ、そういうこと、営業所行ってもさ、対応悪いんだ、ヤマト運輸って、あいつら。あるんだ、そうか。今日はそろそろ終わろうね。もう0時ね、ちょうどいいね。0時前に終わろうね、そろそろね。今日はそろそろ終わりにしたいと思います。もう3杯目もなくなるし。はい、おやすみなさい。また明日。ヤフーでいろんなもんだ買ってるよ。アウトドア関連とかいろんなやつ。今回のね、モンベルの、あれ、自立式スウェルトっていうやつもね、ヤフーで購入したんでね。ありがとう。したよ、いつもしてるからね。ああ、いい感じだ。明日の分はまだ大丈夫だ。あるね、あるね。ないです。だからほんと自販機じゃないです。本屋とかではあるけど、自販機買ったことないや。最近のおかずはね、稲森亜美ちゃんかな。稲森亜美ちゃん。稲森亜美ちゃん。かわいいよ、あれ。かわいいね。稲森亜美ちゃん。おやすみなさい。ああ、かわいいよ、あの子。
今年21年の女の子だ。可愛くて、本当可愛いね、あの子ね。可愛いね、あの女の子。朝企画のタレントさんからね。稲森亜美ちゃん、可愛くてたまらないよ、本当。ありがとう。じゃあ、ゆめさんどうも。じゃあ、おやすみ。もうこれで終わるね。おやすみなさい。今日はこの辺で終わりまーす。おやすみなさい。あ、酒飲んだ。じゃあ、また明日。おやすみ。